有吉弘行紅白のハプニングを振り返る、フミヤさんと歌い終わって、緊張の糸が、ぷっと切れた。タレント、有吉弘行が8日、NHK 総合、NHK 紅白歌合戦お正月スペシャル第74回、NHK 紅白歌合戦を振り返るに出演し、本番でのハプニングを振り返った。司会を務めた有吉は、本番で、藤井フミヤと共演後、まだ MC が残っているにもかかわらず着替えてしまい、靴を履かずに急いで、ステージに登場した。有吉は、後悔しているのは、あれだけリハーサルしたのに、俺着替えのタイミング間違えちゃった。びっくりして申し訳なかったと話した。続けて、フミヤさんと歌い終わって、緊張の糸が、ぷっと切れたというか、真っ白になっちゃって。勝手にもう着替えちゃっていた。あのまんまで出る予定だったんだけどと振り返った。スタッフが、有吉さん、有吉さん。まだ着替えじゃないですと叫んでいた。これに、有吉は、ああ、称賛してくれているんだなって。めっちゃ褒めてくれているわーって思ってさと語り、スタイリストとかもてっきり着替えかと思っていた。みな、緊張していたと明かした。